何か用か？こんにちは。もういいのですか？こんにちは。行こうか。気を引き締めていこう。
行こうか。頑張ってください。気を引き締めていこう。的確な援護だな。いや、任務は順調のようだな。どうだ？
歌方の暮らしは。そうか、美しい里だ。私には妹がいてな。それだけにこの里を鬼に蹂躙させるわけにはいかない。まだ経験の浅い君を最前線で戦わせてすまないと思っている。ただそうする以外どこも人手不足でな。8年前の戦で君には期待している。里の人々を。そうだ、言い忘れていたが、私は任務でしばらく里を留守にする。これが問題児たちなんだが、よろしく頼む。何のようだ。いらっしゃい。研鑽を重ねるのみ。毎度。こんにちは。怪我しないでくださいね。よ、あんたが噂の新人か。なるほど、いい顔をしている。立つ方も負けてられないな。負けてません。私の方が先輩で、私の方がずっとお姉さんなんだから。ま、仲良く行こう。俺は伊吹、こっちは初穂だ。よろしくな。さて、お子様と一緒に行きますか。ふん、勝手に行ってればいい。ちょっと君、私の方が先輩だからね。その辺をしっかりわきまえるように。アツコは一応あんたの先輩だ。実際はここに来て逃げなさい。ま、どうしてもんだ。仲良くしてやってくれ。でも気をつけろよ。お子様は強制相手の天井で。一枚な。やるね。こいつは楽できそうだ。ふんだ、私だってそのくらいで。見てなさい、私だって強いんだから。
またワンサが出てきたな。さて、暴走地と行きますか。来たわね、負けないんだから。仕掛ける。とっとと片付けるぞ。歌方に。私でよければ。おかえり。任務ご苦労だったな。オーカー戻ってたの？ああ。そちらの守備はどうだ？上々さ。頼もしい仲間が増えたからな。なあ、初穂。いちいち私に振らないでよ。その様子なら心配なさそうだ。君には苦労をかけたな。俺まで問題児扱いかよ。一人で戦っても鬼には勝てない。まだ不慣れなことも多いだろう。しばらくは二人と行動を共にするといい。よろしくね、相棒。もうしょうがないな。お疲れ様で。行こうか。
ま、仲良く行こう。ありがとうな。ありがとうな。Thank you.
ける。了解。
ご活躍ですね。私も大型の鬼と戦わせて。ダメだ、お前にはまだ早い。そんなことない、私だって十分やれるわ。ならば任務。分かったわよ、もういい。お前か。見ての通りのお手。鬼の中には雑魚とは比べ物にならない強力な奴らがいる。人の身の丈を優に超える大型の鬼。今はまだお前たちの手には余る敵だ。強くなれ。いらっしゃい。研鑽を重ねるのみ。む、君、何か用？ヤマトがね、君と一緒に行動しろって。半人前は二人揃って一人前だ。こら、君もバカにされてるのよ。強くなって見返してやらなきゃ。ちょうど片付けないといけない任務があるの。ちょっと付き合ってよ。いい訓練になるでしょ。そう来ないとね。じゃあ行くときに声かけてね。いらっしゃい。またどうぞ。何の用だ。またどうぞ。お疲れ様です。じゃあ行きましょう。出発進行。さあ勝負よ。
私たち割といい組み合わせかも。君、大型の鬼のことは知ってる？鬼は人の魂を食う、無数の魂を食って強く大きくなった鬼。それが化け物みたいに強いらしいわ。私が守ってあげなきゃって、ごめん、意味わかんないよね。そのいろいろ事情があって。これって非常…ヤマト、どうなってるの？接近中の鬼を確認した。里にまっすぐ向かってきている。これより総員迎撃態勢を取ってもらう。そんな、もしかしてさっきのって…どうしよう。きっとさっき気配を感じたやつよ。私たちの後を追ってきたんだわ。そうよね。うん、やらなくちゃ。オーカ、イブキ、二人は出撃し鬼を撃破しろ。アツオ、お前たちは残れ、里の守りを任せる。待って、ヤマト、お願い、私たちに行かせて。言ったはずだ。半人前は二人揃って一人前だから、二人ならやれるわ。お願い、里を守りたいの。私たちなら絶対倒せる。お前も同じ考えか。君、いいだろう。大川、お前は部隊を率いて里の守りにつけ。はっ。アツオ、イブキ、三人は出撃し速やかに鬼を排除しろ。できるな。ヤマト、ありがとう。一緒に行こう。ああ、
盛り上がってるところ悪いんだが、俺も行くって分かってるか？お疲れ様です。待んなよ。ジョーラ。いらっしゃ。毎度。お疲れ様。さあ、張り切っていこう。行くわよ。
ない。鬼払いしなきゃ。と、再生されちまったか。一気前だ。畳みかけるぜ。なんとかなったな。お手柄だぜ、お二人さん。よかった、里を守れて。泣くな泣くな。さあ帰ろうぜ、俺たちの里に。よくやった。それでこそ鬼を撃つ鬼だ。やればできるんだから。アツホ、これでお前たちは名実ともに一人前のモノノフだ。働いてもらうぞ、これまで以上にな。
任せてヤマト、私たちきっともっと強くなるわ。まあ俺に比べればまだまだだけどな。お子様は黙ってて。誰がお子様だ、誰が。まったく困った問題児たちだ。あ、待って、君に言わないといけないことがあって。そのいろいろ助けてくれてありがとう。それだけ。じゃあまた任務でね。Thank you.